とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はマジで強い武器、12戦やっていきたいと思います。たくさんの近接武器ありますけども、その中で12個選びました。紹介していきましょう。さあ、それでは、ダウンロードコンテンツなしの武器からやっていきます。まずは一つ目、呪いの斧ですね。同じくユニークにワールウィンドがあるんですけども、呪いの斧の方が使いやすいと思います。理想エンチャントですけども、リフレッシュと虚無、この2つは固定でいいです。残りの2枠ですけども、追い打ち、クリティカル、アンチャンティング、この3つの中から2つ選ぶといいと思います。また羽を使うのであれば、アーティファクトシナジーもありかと思いますよ。重力はいりません。それでは2つ目の武器いきます。ささやく槍ですね。同じくユニークに幸運の槍があるんですけども、ささやく槍の方が断然強いと思います。理想エンチャントですけども、リフレッシュ、重力、虚無、この3つは固定です。残りの1枠ですけども、追い打ち、クリティカル、アンチャンティング、この3つのどれかでいいと思います。ささやく槍は重力必須です。それでは3つ目の武器です。ホークブランド。同じくユニークにダイヤモンドの剣。あれもかっこいいんですけども、性能としてはホークブランドの方が断然上です。理想エンチャントですけども、リフレッシュ、重力、虚無、この3つは固定です。残り1枠を追い打ちかアンチャンティング、この2つにしていけば間違いないと思います。それでは4つ目です。4つ目は、闘志の締め具ですね。同じくユニークに、マウラーズ、ソウルフィスト、この2つがあるんですけども、闘志の締め具だけがダントツで強いです。ただし攻撃範囲は短めなので注意っていうところですね。理想エンチャントですけども、衝撃波、旋風、輝き、雷、この4つで間違いありません。続いて5つ目ですね。5つ目は心を奪うものです。同じくユニーク装備でアックスブレードとブロードソード、この2つがありますけども、ダントツで心を奪うものが強いと思います。火力はそこまでないんですけども、吸血がついていてとても硬くなります。で、理想エンチャントですけども、重力、虚無、リフレッシュ、この3つは固定です。残りの1枠を火力、クリティカルか追い打ち、それかアンチャンティング、3つのどれかを入れてください。それではダウンロードコンテンツの武器に入っていきます。まずは骨のコンボですね。攻撃範囲が広くって火力が高い、ものすごく使いやすい武器になります。理想エンチャントですけども、ダイナモ、アーティファクトシナジー、リフレッシュ、虚無、この4つで間違いないと思います。羽と一緒に使ってください。それでは次ですね、星なき夜です。攻撃の2回目叩きつける攻撃ですけども、これが全武器中最強の攻撃力を誇ります。むちゃくちゃ強いですね。理想エンチャントですけども、リフレッシュ、虚無、この2つは固定でいいです。残りの2枠を火力、クリティカルと追い打ちもいいんですけども、羽と一緒に使うのであればダイナモとアーティファクトシナジー、そして痛みサイクルなんかも合いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは続いての武器に行きましょう。次は機械仮想ブレードですね。普通に使えばまあそこそこの武器なんですけども、釣竿と同時に使うと全武器中最大火力を出すことができます。理想エンチャントですけども、重力、リフレッシュ、ダイナモ、アーティファクトシナジー、この4つで間違いないです。ダイナモめちゃくちゃ貯めて最大火力でぶっ破するっていう戦い方ですね。釣竿を使うとダイナモが消費されませんので、ボス戦でむちゃくちゃ強いです。もしくは衝撃波をつけて、レーザーを撃っていくっていう方法も使えますよ。では続いての武器に行きましょう。次は凍てつく金属片ですね。同じくユニークにビースティンガーもあるんですけども、凍てつく金属片の方が強いかなと思います。理想エンチャントですけども、重力、輝き、虚無、そしてスタンですね。スタンは基本的に使わないんですけども、凍てつく金属片とは相性がいいのでつけてみてください。結構決まります。そして凍てつく金属片普通に使うと弱いです。
アーティファクトが重要ですね。パワーシェイカーと同時に使ってください。もちろん羽ぴょんで。それでは残り3つですね。まずは1つ目、誕生と終焉です。理想エンチャントですけども、重力とリフレッシュ、この2つは固定です。残りの2枠を追い打ち、クリティカル、アンチャンティング、この3つの火力から2つ選んでください。それでは次の武器、覆われた怒りですね。強くて使いやすいので好きな人も多いでしょう。理想エンチャントですけども、リフレッシュ、ダイナモ、虚無、この3つは固定で大丈夫です。残りの1枠はクリティカル、追い打ち、アンチャンティング、火力もいいんですけども、私の個人的なおすすめは痛みサイクルですね。それでは最後の武器ですね、ツタの鞭です。普通にビシビシ叩いてもそんなに強い武器ではないんですけども、ダイナモをある程度貯めて攻撃をする、そして蓄積ダメージで倒していくっていう使い方です。ちょっと慣れが必要ですね。理想エンチャントですけども、リフレッシュ、虚無、ダイナモ、アーティファクト、シナジー、この4つで間違いないと思いますよ。はい、ということで今日はマジで強い近接武器12戦やっていきました。ぜひこの12個集めて使ってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。